東口トロ駅は埼玉県埼玉市北区トロ町一丁目にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。トロ駅の設置を求める運動は、 大正時代から行われていた。1964年発行の共同誌では、都路町に関する記述の中で、都路駅が京浜東北線の延長の暁には、完成を見るとすれば、とある。1966年3月、当時の大宮市議会で、東北本線都路駅設置の各会派共同提案の同義が可決された。1971年10月20日に完成を、 迎えたトロと地区画整理事業では、トロ町内への東北本線新駅開設に備えて、駅前広場が作られた。1978年5月30日、トロ駅設置促進連合会が、新駅設置に関する陳情書を当時の大宮市長、大宮市議会議長宛てに提出。1979年には、大宮市が地元住民と共に、 トロ駅設置規制同盟会を設置し、積極的な誘致活動に乗り出した。1982年2月に日本国有鉄道がトロ駅の設置を承認し、建設工事が始まった。駅舎のコール店屋根工事は津波車両工業が行った。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。ホームの東京寄りには、待合室が設けられている。 大宮駅管理の業務委託駅で、スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は15,861人で、ある。宇都宮線の普通列車のみが停車する駅としては、埼玉新都心駅に次ぐ乗車人員となっている。駅が所在する、北区のほか、芝川を挟んだ、見沼区の住民の利用も多い。 2015年度の乗車人員は、2000年度と比べて50.8%増加しており、宇都宮線では、埼玉新都心駅、新白岡駅に次ぐ上昇率となっている。近年の推移は、以下の通り、東口から伸びる市民の森通り、東口側西口側、トロ駅乗り場にて、埼玉市、乗り合いタクシーの乗り合いタクシーが発着する。トロ駅西口停留場にて、 埼玉市、コミュニティバス、平成エンタープライズのコミュニティバスや、シャトルバスが発着する。また、ミニストップ前にも東京富士交通のシャトルバスが発着する。注釈区市、広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。